え？うちの神事ですか？まあ、昔から絵は好きでしたね。あ、こら！もう、これに書きなさい。これ、しんちゃん。おうち。へえ、じゃあこれは？ママ。これ、あたしか。上手。しんちゃんは将来、絵描きさんね。なんか、キャラクターの絵だったり、絵本とかも描いてましたね。幼稚園ぐらいの時にはもう漫画家のことは言ってたと思いますよ。うわあ、お母さん、僕漫画家になる。漫画家になる。漫画家になる。漫画家になるんだ。うわあ、しんじ君上手。将来はね、漫画家になるんだ。うん、すごい。なれるよ、きっと。えへへ。うわあ、もうなんだよ。はい、マサルくんもお絵かきしようよ。うん。イエーイ。おねタップ。おっぱい書いてよ。え、おっぱい？うんしょ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 。はい、できた。クラスに一人すごく仲のいい子がいて、マサルくんって言うんですけど、よく二人で一緒に絵描いてましたね。面白い子でしたよ。なんか不思議な絵描こうで。ミッキーマウス。お母さん。あ、どうも。あ、どうも。すいません。うちのマサルがいつもご迷惑をおかけして。いえいえ、そんな。お母さんまで含めて描くんですね。ねえ、これひどいでしょ。主人の影響なんだけど、まあ特に覆面レスラーが好きで、何でも気に入った人がいたら覆面にしちゃうんですよ。絶対よ。これ僕なの？私が仕事で面倒見れない時とか、マサル君のお母さんがよくいろんなところに連れてってくれて、本当にお世話になりましたね。シンディ、ちょっと鍛えるようにして一緒に行こうぜ。あー、まだまだ終わったないよ。はは、まあお前じゃねえんだけどな。おい、聞こえるぞ。バイバイ。ねえねえ、やっとおばあかちよ。え、もういらないだろう、チンパンジーに。はあ、早く書いて、もう書き終わるよ。はい、金賞おめでとう。やっぱうまいね。うん、すごい。へへ、こいつ本当に変な絵描くんだ。ちょっと貸して。貸せ。見るだけじゃんかよ。貸せよ。いって。貸せ貸せ。こんな、ちょっと貸せよ。ん？調子乗りやがって。どうしよう、よしく、よしく。あ、今度はなんだよ。グラスストップ。大丈夫マサル君？はあ、返してやるよ。そんなに絵が大事かね。そうもな。ちょっと、もう先生呼んでくる。シンク。あ、うん。わ。じゃあ中学は支援学校に？まあ職場も変わるし、ちょうどよかったのよ。ああ、お帰り。ほら、マサル君のお母さんいらしてるわよ。帰りなさい。こんにちは。あ、ちょっと、もうゲームよ、さっそ。
シンジ。はい。おばちゃんわざわざ引っ越しの挨拶に来たのよ。もう今お帰りになるからちゃんと挨拶しなさい。どうも。お世話に。その説はどうも。ごめんね、マサルも連れてきたかったんだけど、いろいろありがとう。おばちゃん応援してるから、漫画家なれるよう頑張ってね。ファイトよ。うまい。ねえ、やっぱジャンプとか考えてるの？まあ今年中には持ち込みとかしようかなって。わあすごい。はあ、私なんか絶対無理じゃん、漫画家。もう描かない。そんなことないよ。ねえ、あいつ学年変わってずっとなんか描いてない？うわ、ほんとだ、キモ。うっまたデコが伸びてるよ。なんか気持ち悪い絵ばっか描いてたかな。ちょっと心配しましたけどね。変な犯罪を犯すんじゃないかって。もう勝手に入んなって。ああ、掃除してんのよ。ああ、もう見んなよ、死ねババア。何よ、心配しなくてもあんたより先に死ぬわよ。しつまんない絵だね。生きた線ってのはさ、どんなのかわかる？ああ、生きてるんだよ、線が。そりゃまあ美大の学費はしましたね。百何十万で、まあそれのかける4でしょ。生きた灰っていうのはさ、どんなんかわかる？生きてるんだよ、ジャンパイが。でもまあ夢を叶えたいって言うからね、応援しましょうっていう気持ちですよね。くだらねえ。みんなこれでも昔は振動だって言われてたんだぜ。あー、俺も4年間無駄にした。今頃100万部いってるっつってたもんな。はそっちはどうなのよ、次の個展いつやんの？俺もう画家諦めたよ。え？変に借金こさんできたし、まあ親父が倒れたのが一番かな。マジかよ。おとなしく家業継ぐわ。お前の絵結構好きだったんだけどな。俺のことはいいんだよ。お前何してんだよ、人の悪口に時間割いてていいのかよ。よし、かけ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 。うん、大学卒業と一緒になんか大きい賞取ったみたいで。よっしゃ。それで東京行って漫画家のアシスタントとかやってたみたいですけど。美大でのくせにパースもまともに取れねえのかよ。すいません、もう全然連絡取ってくれないから。生きてるかどうかだけでもね、教えてくれればいいのに。うん、いいね、少年漫画らしくなってきたよ。ただこのライバルキャラ、やっぱりイケメンに変えた方が人気は取れると思う。いや待ってください、このライバルは最後主人公に勝ってリベンジを遂げる少年漫画としてはエポックでメイキングなキャラクターなんです。ラストのサプライズやカタルシスを考えればテンプレートなイケメンキャラなんてナンセンスです。何言ってるか分かんねえが、譲る気はないと。もちろん。分かった、連載会議これで行こう。あざっすと思ったけど、また選考に落ちたってことはやっぱダメだね。いや直しましょう。まあ今ギャグの枠が空いてるから思い切ってそれに変更もありだよね。ギャグ？ああもう一体何が面白いんだ。あーダメだ、女子高生かけ、時代は萌えだ。それもダメだ、やっぱ男かけ、女子狙え。いや向いてねえよ。向いてないな、漫画家やめちまえ。なっせっしょうな。いや向いてますよ、シンジさんの絵はすごく合ってると思うな。ということでこのライトノベル、ぜひシンジさんの手でコミカライズしていただけないでしょうか。やっぱりこの件は、いや、お引き受けいたします。シンジ、連載祝いだ、今日は飲むぞ、お前のおごりで。いや金ねえよ。先生も何か一言くださいよ。そうだな、
まあ何やったって君が描けば君の作品さ。好きにやりな。タイトルは何だったかな。なんとかかんとかのなんちゃらかんちゃらで。まああまり売れたとは聞かないけど。まあね、夢が叶ってよかったんじゃないですかね。俺が悪い。よし、パン使うぞ。次回作にご期待くださいだって。もうすごいね、シンジ君は。あら、覚えてるでしょ。昔よく一緒に遊んでたじゃない。あ、すいませんね。結婚してください。ほら、本当にもう、はあ、まあでもあの子がね、もう一気に老けた気がするね。一瞬だったな、夢の印税生活。君、公園でタバコはダメだよ。あ、漫画の神様だ。どうだい、漫画家やってみて。君の10年は、いやー、からっきしでした。どうせ後悔するならもっと好きなようにやって後悔したかったです。こら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 、君は一体いつまでそんな話をしてるんだい。困った人だね。説明しよう。そもそも君には書きたいものなんかなかったんだよ。あったらたとえ食いっぱぐれでも今頃ネットや同人で何か書いてるさ。子供の時間は終わったんだよ。もう書くな。書くな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 。うっせえぞ。うわあ、びっくりしたわ。お前ここどこだと思ってんだよ。すいません。いい加減にしろよ、このギャ野郎。もう書くな、この違い野郎。誰が読むんだこんなもん。その顔、もう家に帰ったらすぐ家出しなさいよ。あんたこっちで仕事決めんの？そのつもり。それ誰？絵に関係する？いや、そういうのはもう。まあね。ちょっと出てってもらわないとこっちも。
なんで年はなるわよ。はい、これ今なら見に来なさい。何これ覚えてるでしょ、よく一緒に遊んでたじゃない。書いたの。またあの後戻ってなんか絵の仕事してるみたいですよ。詳しくは知らないんですけど。頑張ってね、ファイトよ。もうほんとごめんなさいね、別に大した人の話じゃなくて、昔から私にも何考えてるか分かんない子で。でもね、いい歳なんだからもうフラ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 してるのもいい加減にして。知ったことか。